はい、どうもこんばんは。 FM88.7MHz ラジオカーゴより送信しております。まっ昼間の一言、本日も始まりました。イエ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 イ。さあ、こちらのね、番組のパーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で、音楽活動しています、サニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しております。本日も一日よろしくお願いいたします。はい、という感じでですね、こちらラジオ川越なのですが、ね、埼玉県川越市の近くの皆様は、ね、FM88.7MHz に合わせればすぐに聞くことができます、ね、もしくはスマートフォンアプリのレディモだったり、ジェシビエインターネットサイマルラジオ、こちら検索になるんですけどもね、で聞くことができます。詳しくはラジオ川越のホームページに載ってますので、ぜひとも皆さんよチェケラーな感じでね、よろしくお願いいたします。またこちら、マッピルマの独り言ではですね、皆様からの、ご意見やご感想とかね、いろいろとね欲しいななんて思っております。投稿の方法はですね、まずツイッターが簡単かななんて思ってます。ツイッターのハッシュタグですね、マッピルマの独り言、マッピルマは、漢字3文字の独り言はひらがな、ね、そんな感じでやっていただけたらいいかなと思います。もしくはメールアドレスも準備しております。 minoradio0625@gmail.com ね、ミノラジオ0625@gmail.com ね、こちらでね届くかななんて思ってますので、ね、ぜひともね投稿よろしくお願いいたします、ね、また、ね、メールの場合はね、ラジオネームもしくはね何かツイッターネームなんでもいいんですけども、ラジオネームね、込みでやっていただけたらこの番組内で紹介していこうかななんて思ってます。今日ねオンエアが9月10日なのですが、こちらの今日はね8月4日とかのねコメントとかをいろいろ拾っていきながらやっていこうかななんて、思っていますので、8月6日かねとか思ってますので、ぜひとも皆様ね、バシバシ投稿よろしくお願いいたします。ということでですね、ここね2週間はですね、ザ・ビートルズさんがね与えた影響みたいな感じで、まあ、いわゆるそのビートルズさんの楽曲のメロディーだったりギターソロだったり、そういう演奏的なところですよね、というのが、まあ、どういうアーティストに影響されているのかとか、オマージュというものですね。オマージュっていうのはそのリスペクトを込めてそのフレーズを使ったり、あえて似せたりするような、ね、演奏だったりするんですが、まあ、そういうのをね総称してオマージュというのですが、まあ、その意図的に似せたものですよね。そういうオマージュをですね、どういうところで、入ってんのかななんていうのをちょっとね2週連続で紹介させていただきました。で、先週も先々週もですね、ハロープロですね、ハロープロジェクト、ハロープロの中にあります、ボーノというアーティストさんでね、いろいろ説明していったのですが、まあ、今日からちょっとねそのバンド編にしていこうかなと思います。で、まずはですね、その今日のね1曲目はですね、ビートルズが与えた影響じゃなくて、ビートルズがこのアーティストに影響されていたよという、まあ、さらに遡る感じですね。そのアーティストから紹介していこうかなと思います。もうこれはもうねロックンロールといったらこの人みたいなね風にね言う人もたくさんいると思いますので、まずはその方の楽曲からオープニングやっていこうかなと思います。それでは聴いてください。チャックベリーさんでジョニー・ビー・グッド。はい、ただいま聞いていただきましたのはチャックベリーさんでジョニービーグッドでした。実は個人的にね僕この曲に思い出がありまして、ね、先日って言ってもちょっと前になっちゃうんですけども、知り合いのね結婚式がありまして、そこでですね、あのミノル君ドラムやってよって言われまして、あ、やりますやりますとか言ってドラムやったんですが、なんとですねその時にですね、あのこの曲を弾いたんですよね、結婚式のね、その披露宴ですよね。で、この曲をやるっていうのは、結構ね、ロックンロールな感じだったんですけども、もちろんもちろん、全力でやらせていただきました。多分ね、全国の結婚式場を巡ってもですね、結婚式の日にこの曲を演奏しましたよっていう、ね、新郎新婦は少ないんじゃないのかなと思うんですけどもね。どうなんでしょうね、結婚式場にねお勤めの方はちょっと教えてほしいななんて思います。そしてですね、このチャックベリーさんに今取り上げたのですが、
ビートルズさんはですね、ジャックベリーさんの楽曲を数多くカバーしていて、それをね、公式音源として CD、そしてレコードですね、としてリリースしてるんですよね。まあそういうところで、かなりジャックベリーさんへの愛というものをね、たくさん感じるななんて思っております。という感じでですね、今日もね、ビートルズさんについていろいろ言っていこうかななんて思うのですが、ね、ハッシュタグ、マッピルモの独り言の投稿もね、ちょっと見ていこうかななんて思っております。まずはツイッターネーム、小林かるかさん、投稿ありがとうございます、ね、わざわざテーマ、これはきっとのようにですね、イエイ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 というね、ものが6月4日のね、放送のテーマとして、あ、6月6日か、のテーマとしてな、告知をしたのですが、ね、ここにざわついていただいたんですね。ありがたいですね。そうなんですね。この日は、イエイ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 という楽曲をね、ちょっと流したんですよね。というね、オチでございましたね。続きまして、梅健さん、投稿ありがとうございます。みのるさん、タイ付き以来です。というのと、みのるさんの声、耳心地良いです。イエーイという風に書いていただいております。ありがたいです。そうですね、タイ付きっていうのは、太陽と月明かりというね、ライブスペースがあるのですが、そちらで、ね、ちょっとお会いしたんですよね。ありがたいことです。そうやってね、なんかラジオにも、聞いていただけたりとかね、していただけるのがとても嬉しく思ってます。またね、ライブ会場から、ラジオに来た方もいると思いますし、ラジオからライブ会場に来ていただく方もね、中にはいると思いますので、ね、どちらの姿もね、ちょっとね、見てほしいななんて思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。さて、続きまして、シェリミータフィーラブさん、投稿ありがとうございます。イェイ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 とね、焼肉の後のアイス最高と、ね、アイス食べてからの収録と、ミノルさん僕とアイスの早食いしましょうと書いてありますが、いやー、しかもお写真もね、すごくね、くるくるくるって感じの、川越のね、アイスが、写真載っておりますが、僕アイス食べると大変なんですよね。トイレが大変なんですよね。すぐお腹壊しちゃうんですよね。美味しいなと思って食べてもすぐお腹壊しちゃうので、もうどうしようかなと思ってるんですよね。ただそのホットケーキとかねにアイスが乗ってるとめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。なのでね、僕はね、ホットケーキの上にアイス乗ってたりとか、ワッフルのね上にアイス乗ってたりするの大好きなんですけども、ちょっとその後に用事がないことを前提に食べるようにしてます、ね、やっぱトイレと友達になっちゃうんでね、早食いなんてしたら僕も本当に大変なことになっちゃうのでね、その日だけじゃなくてね、翌日も予定がない日にね限りって感じになっちゃいますね投稿ありがとうございます。そして土佐のおかがしゃさん、投稿ありがとうございます、ね、最近私生活が忙しくて、最後の10分ギリギリ視聴と書いてありますが、いえいえいえ、たとえ最後の10分であっても嬉しいんですよね。もちろん逆パターンもありですね。最初のね10分だけでもね、真ん中の5分でも2分でも3分でも1分でも、むしろね、聞き忘れたっていう投稿でも嬉しいんですよね。僕はやっぱりなんかそのね、心のどこかに、覚えていてくれているというのが私とても嬉しいななんて思いますので、ね、もちろんね、ツイッターとかメールとかでねアクションできない方もね中にはいると思います。でもね、そういう方もね、いるおかげでね、成り立ってる番組だと思っておりますので、ね、ちょっとでも、気にしていただけるだけで嬉しいです。ありがとうございます。ということで、皆さんも投稿ありがとうございます。またね、ちょっと時間があったら、ちょっとね、読んでいこうかななんて思っております。さてさてさて、本題に戻りますが、ザ・ビートルズさんのね、与えた影響ということなんですが、基本的にね、先週と先々週に関しましては、影響を受けた、アーティストさんの楽曲を先に流して、後にザ・ビートルズさんの楽曲を流すという順番だったのですが、今回はちょっとね、逆にしていこうかなと思います。先にザ・ビートルズさんの楽曲を流した後に、この楽曲に影響を受けているアーティストさんは、おそらくこの曲ですよ、みたいな感じで紹介していこうかなと思います。で、今日ね、この番組の中で取り入れていく楽曲はですね、ザ・ビートルズさんの、In My Life っていう楽曲があるので、その楽曲についてね、ちょっとね、触れていこうかななんて思っております。
そのね、In My Life っていう楽曲はですね、ラバーソウルっていうね、アルバムに入っている楽曲でございまして、まずこのラバーソウルっていうね、アルバム自体がですね、その前に出ていたアルバムとはちょっと色が違うんですよね。なのでおそらく初めて聞いた方は、おや、これがザ・ビートルズさんなんですかみたいな感じになった人が当時も多かったらしいです。そういうちょっとね、ドキュメンタリーのね、映画とか見たらそういう映像がたくさんあったんですね。ただしこれを聞いてみていると、もうこのアルバムなしでは生きていけないぐらい素敵な作品だみたいな人がめちゃくちゃ多かったっていう風にその映像にも残っておりました。で、そのね、そのラバーソウルっていう楽曲、ラバーソウルってアルバムの中に In My Life という楽曲があるのですが、こちらはですね、一応表記上はレノン・マッカートニー、要するにジョン・レノンさんとポール・マッカートニーさんが曲を作ったということになってますが、まあおそらく、ジョン・レノンさんが作ったと、そう言われております。メインボーカルもね、ジョン・レノンさんですしね。またこの楽曲なんですが、1965年にリリースされているんですけども、おそらくジョン・レノンさんが25歳ぐらいの時に作った楽曲なんですって。ジョン・レノンさんが1940年かなに、生まれておりますので、ということはですよ、25歳で人生について語っている曲があるっていうのがすごいですよね。って僕はね、素直に思ったんですよ。で、この In My Life の楽曲に、なんか鍵盤を使ったソロみたいなのがあるんですが、これはですね、ピアノでレコーディングをしたらしいんですけども、そして再生速度を変えたんですって。まあ、例えば、ゆっくりピアノで弾くじゃないですか。で、その後に、ちょっとね、速くして、その曲のテンポに合うように速くするんですよ。そうすると、音がちょっと変わるじゃないですか。でそれがいわゆる、ハープシコード。これチェンバロって言ったかはいいんですかね。まあ、そのハープシコードっていう楽器があるんですけども、そのね、楽器の音に似せていたという話なんですって。これ面白いですよね。で、今回の注目ポイントはそこなんですよ。この楽曲のソロのところ、いわゆる、まあ、ハープシコード、まあ、イコールチェンバロなんですが、そのハープシコードの、と思われるような音色にしたピアノソロですよね。これちょっと紛らわしいんですけども、そこのソロのところのメロディーラインと音の雰囲気を覚えておいてほしいんです。もう一回言いますね。この楽曲のソロでね、いろいろね、ピアノだかハープシコードとかいろいろ言ってましたけども、その、音色とメロディーラインを覚えてほしいんです。もうここがソロなんだなーっていうのがね、もうわかると思いますので、そのパートが来た瞬間におっと思いますので、そのメロディーラインと音色を覚えておいてください。そうするとですね、この後に流れる、楽曲がどのようになっているのかっていうのがね、非常にわかりやすくなりますので、そこを注目して聞いてほしいなと思います。それでは聞いてください。 The Beatles さんで In My Life。 はい、ただいま聞いていただきましたのは The Beatles さんで In My Life でした。いやー、素敵ですね。もう The Beatles さんはですね、初期の頃と後期の頃、そして中期っていうのがあるんですけども、色がねちょっと違うんですよね。やっぱりね、初期の頃はね結構ロックロックロックみたいな感じなんですが、だんだんと変わっていったりとか、また最後の方になるとまたね、そのロックのバンドの姿というのもね、また見えてはくるんですけども、まあ、いろんな姿がねあるので、またねこういう風に、その時その時でね、いろいろ聞いてみると面白いのかななんて思ってるんですが、その時に生まれたこのラバーソウルというアルバムですよね。そして In My Life という楽曲があってっていうね。で、このね、皆さん聞きましたか？そのトゥルディンチュンチュントゥルルルンチュンチュルチュン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 みたいな感じのね、途中でちょっと音色の変わった楽器が出てくるかななんて思うんですけども、そこのメロディー、そしてそこの音をちょっとね思い出しながら次の楽曲を聴いてもらいたいななんて思っております。その次の楽曲というのはグレープバイン
というね、日本のアーティストさんなんですね。グレープバインさんですね。の、I Found the Girl っていう楽曲があるんですね。で、この曲がですね、おそらくこのザ・ビートルズさんの In My Life をオマージュしてるんじゃないのかなと思っております。で、このね、オマージュに関しては、まずは音色と、そのソロのところのメロディーラインですよね。ちょっとね、楽曲そのものの、まあ、リズムは違うんですよね。1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 っていうのがグレープバインさんの I Found the Girl のテンポなので、リズムなのでね、なので、まあ、そのメロディーラインをそのまんまね使うってことはおそらく難しいから無理だと思うんですよね。ですがこれをですね、その表紙が違うにもかかわらず結構埋めてきてるんですよね。またソロの時に使われている音色かなり寄せてるんですよね。なのでぜひともこれからね、グレープバインさんの I Found the Girl 流しますので、あ、ミノルくんはこれを言いたかったんだなぁなんてね、気づいてほしいなぁなんて思っております。これね、僕もね発見した時はちょっと感動したので、ぜひともその感動を、共有したいなと思っております。それでは聞いてください。グレープバインさんで I Found the Girl。 はい、ただいま聞いていただきましたのはグレープバインさんで I Found the Girl でした。聞きましたかね、テレ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 とかね、そういうところとかもう意識してるんだろうなというのがね、わかるかななんて思いますね。僕ね、こういう風にグレープバインさんのね、楽曲を改めて聞いたときに、うわーと思って。で、実はこの楽曲ね、一回、その生放送の方でね、流したのですが、まあ、その時もね、ちょっとね、さらっといたかななんて思うのですが、こうやってね、改めて2曲並べて聞くと、こういう風に影響されているんだなとかいうのがよくわかりますよね。ぜひともね、他にもこういうのあるよなんてありましたら、こっそりとね、DM でもリプライでも何でもいいので教えてほしいなと思います。改めまして、グレープバインさんで I Found the Girl でした。っていう感じでですね、本日の、まあ、ビルマの独り言もそろそろ終わりにしようかななんて思っているのですが、一つだけ告知をさせてください。来週の木曜日になるのかなと思います。9月15日の木曜日に、宮代町にあります、埼玉県宮代町にありますアートロチモジョモジャさんでですね、弾き語りライブがあります。こちらのもじょもじゃさんでライブするのは久々でございまして、なおかつですね、こちら、2022年の9月でもじょもじゃさんがですね、なんと90年なんですって、ね、そのね、アニバーサリーイベントにもなっていますので、ぜひとも、ご来場していただけたらななんて思っております。出演はですね、私のミノルの他にですね、ミツさんと、カメさんと僕さんがね、出演ということなので、ぜひとも、チェックよろしくお願いします、ね。詳しいことは私のツイッターの方にね、載っておりますので、そちらをチェックしていただけたら嬉しいななんて思っております。どうかよろしくお願いいたします。ね、先週のね、9月3日は私に川越でもライブしたのですが、もう精一杯全力でやらせていただきました。ね、本当ありがとうございました。ご来場の皆さん、本当ありがとうございました。とか言いながらですね、9月3日よりも前に収録しているのでね、どんな日になったのか僕もちょっとまだ分かってないのですが、でもね、きっと、素敵な日になったんだろうなというのは思っております。ね、また改めてね、ライブのことについてとかね、いろいろ番組の中でお話できたらいいかななんて思っております。で、またそのようにね、ラジオを通して、ライブを通して、皆様がね、いろんな形で繋がっていただけたりとか、ね、音楽ってこういうものなんだなとか、ライブってこんなものなんだなとかいうのをね、もっと伝わるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、という感じでですね、マッピールモの独り言、そろそろ終わりの時間となりました。FM88.7MHz、ラジオカーゴより送信しておりました。マッピルマの独り言、こちらの番組のパーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動していますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しておりました。また来週も独り言に付き合ってくださいね。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。